日本代表して戦うことを誇りに思っています。特にこのストロー級はもともと伸びた選手がチャンピオンで、奪われたベルトですね、パシオ選手の、それを取り返してやろうという、そういう気持ちがあります。やっぱり、ワンの、チャンピオンになって、そこから、日本の、格闘技ブームをまた、起こす、特にワンですよね。あと、その観客が見てくれている人たちがエキサイティングするようなそういうスタイル戦いを見せたいと思います。今まで自分がやってきた、練習してきたことの証明だし、もちろん強さの証明でもあるんで、